こんにちは。今日は IT に強くなるためにおすすめの方法ということでお伝えしようかと思います。まあ、それは何かと言いますと、読むってことですね。頭の中でもいいですし、口に出してでもいいんですけど、ちゃんと読むっていうのは大事かなと。なんかこのアルファベットじゃないですか、IT 用語って。なんかそれを、この読み方を調べて読めるようにしておくって私は大事かなとか思うんですよ。それが読めないと、読めないものって理解できないかな。思うので、まあ、なんだろうなこれみたいなのなんとかPYTON って書いてなんだろうなとかで、それが間違っててもいいと思うんですよ。間違っててもいいので自分の中で読むっていうのをやっておくというのがおすすめではあります。で、読み方っていうのは例えば単語を入れて読み方って入れると出てきますんで、で、二通りの読み方をするものっていうのはあるんですよ。あって、まあなんかこっちの方が多いんだけどこっちこう呼ぶこともあるよねみたいな、まあ、カメラ用語で言うと、I と S と O で、ISO っていうのがあるんですけど、それを ISO って読む場合もあったりもするんで、まあ、どっちが間違ってるみたいな、なんかそれはどっちかだと間違ってるみたいな論争っていうのがたまにありますけど、そういうのは気にせずに、まあ、口に出して読んでおく、頭の中で読んでおくっていうのがおすすめではあります。で、それはプログラミングでもそうで、プログラミングでも、この一通り読めるようにしておくっていうのは、まあ大事かなと。だから私は新しい用語が出てきた時に、まず読み方調べたりしますよね。これなんて読むんだみたいな。で、大体読み方ってやると出てくるんで。それで、そこが第一歩というか第一歩ですかね。だから、大体その、皆さんがその理解しているものって読んでると思うんですよ。日本語であるものっていうのは。日本語で読んでると思いますんで、それを日本語、カタカナで読むっていうのが大事かなと。ただその読む一方で気をつけていただきたいのは、それを書くときには、ちゃんとその正式、まあ正式といいますか、それもアルファベットで表示したり、日本語でカタカナで表示したりっていうのが、両方あるものっていうのはありますけども、まあ、さっきの ISO で言うと、ISO で言うとカタカナで出す、表現することはあんまないかなとか思うんですけど、それをちゃんとアルファベットで、ちゃんとタイピングして、タイピングするっていうのが大事ではありますね。で、Excel っていうと、カタカナの Excel ではなくて、私にとっては EXCEL ですね。まあ、それをちゃんと頭の中で口に出しながら、タイピングするっていうのが大事かなと。まあ、そうすることによって身につきますんで、で、例えばなんですけど、ちょっと画面切り替えて、私の最近のブログでそういう用語があるかっていうところで言うと、まあ、この辺もワードプレスと Python ですね。で、チャット GPT とかっていうものであるんで、チャット GPT のチャットをカタカナで書くとかって、私はないかなと思いますね。違う用語ですからね。なんかそのアルファベットに慣れていくっていうのって、結構 IT で大事ではあるんですよね。で、この IT、だいたい IT 系で、なんかあるかな。この辺のアンカープライムパワーバンクとかです。で、この MAH でミリアンペアアワーとか、この Watt。Watt はまあね、結構メジャーかなとか思うんですけど、まあ Mac はどうも、Mac をカタカナで Mac っていうのもありえないですよね。で、このあたりもそうですし、PC で。まあ、Windows パソコンの設定でいろいろ、Windows なんかもそうですよね。Windows なんかもそうで、あとこの Edge ですよね。Edge っていう言葉とか、なんかそういうちょこちょこ、Chrome。Chrome って意外とこれ、タイピングしようとすると迷うことがあるかと思いますんで、これもしっかりこの綴りにしておくっていうのも大事ですかね。ね。で、Windows もそうですね。Windows 自体もそうで。あとは、例えばここの記事とかだと、結構プログラミング系のことが書いてあるんで、Python で。例えばこういうものもですね。いや、これって PILLOW ってなんて読むんだろうってなったら、これ、あ、ここはあれできないですね。ちょっと検索してみますけど、PLO で読み方ですよね。で、こうやってちょっと見ると、ピローってあるんで、まあ、ピローって枕もピローですよね。だからピローなんだなと。で、ピローだったり、アイドルだったり、まあそういう読み方を、これディレクションに、
ディレクション、ディレクトリですね。ディレクトリだったり、インポートだったり、なんかそういうのを、細かく読んでいくっていうのが大事ではありますね。だからこのあたりも、こういう、このプログラミングも、やっぱり読めるようにしておくっていうのは大事ですかね。英語でですね、日本語にするっていうわけではなくて、英語で読めるようにしておくっていうのが大事かなっていうのはあります。まあこれですね、すべての方がそうしてるかどうか、めちゃくちゃ得意な方っていうのはそんなことしてないのかもしれませんけど、なんかそのこれからと言いますか、今後も IT に強くなりたいっていうんであれば、私はこれ結構効果あるかなと思うんですよね。私もやっぱり今でもやってはいますんで、スマホ関係で言うと、スマホの iPhone とかっていうのもちゃんと、綴りをちゃんとしておくっていうのは大事ですよね。Kindle もそうですし、この辺の PayPay、Suica ですね。そんなにあれですね。あと Vlog っていう言葉だとか、まあ、この辺りのレオンポケットとか、ね、そういうものとか、なんかその英単語といいますか、アルファベットをですね、アルファベットを克服しないと IT にちょっと強くならないんで、で、私は、まあ、こんな感じで読み仮名を入れる場合って結構あります。で、本なんかだと意識してそれを全部にやってるっていうのがあって、やっぱりそれは読めるかどうかっていうのって大きな壁の一つであるからですよね。こういうものもポボって呼ぶんだなっていうのは分かっていれば、まあ、次からはポーって読めるわけじゃないですか。だからさっきみたいに、この eSIM っていうのもそうですし、eSIM は e だけが小文字なんだなとか、確か、これは、なんかふとちょっと不安になりましたけど。eSIM っていう。で、この表記も結構2種類あったりするときあるんですよね。で、それが途中から変わるっていうこともあるんですけど、まあ、それはそれで、まあ、いいかなっていうのはありますよね。で、これも、まあ、こういうサイトがあって、まあ、こんな感じで eSIM って書いてますよね。ただ、ここは、この読み方がわかりにくいですよね。だから、こういう時も検索して、今みたいに右クリックして、検索ってすると、この辺に妙本って出てるんで、これ、どうは、あいあいぜ、みよ。普通に読むと IIJ ミオなんですけど、まあミオホンっていう、なんか、ミオホンって読み方あってんのかな？ IIJ ミオって読むんですよね。それは、時々ミオホンっていう表記があそこだけですかね、あるんで、なんかそういうふうに2つあるものっていうのは、そういうものとして考えていただいて、だから、例えば、さっきの、この ISO、ISO、ISO などですと。正式には ISO ですと。あれ、正式 ISO？ この本当、この AI による概要ってちょっと適当だったりしますよね。うん、やっぱ適当ですよね。ISO、ISO。で、こうやって2つ。で、こうやって間違えてるぜみたいに書いてる記事なんかもあったりするんで、まあそういうのは、まあそういうので見つつ、まあひとまずこの調べるっていうの、読み方調べるっていうのが大事ですね。読み方。で、音でその馴染むっていうのも大事で、目で馴染むっていうのも大事ではあるんで、まあ、やっぱりそのアルファベットで我々そんなに慣れてないじゃないですか。まあその世代によるかもしれませんけど、だからその慣れてないところで、なんか目を背けているとずっと、ちょっと距離感があるって感じになるんで、それが IT に強くなるっていうことをちょっと、ね、邪魔しているとこはあるかなと私は思いますね。どんどん読んでみていただければ、例えばこの辺でスマホのあたりではないかな、プログラミングあたりだと、まあ、チャット GPT、まあ、プログラミングあたりだと結構出てきたりはしたりするんですけど、まあ、AI はともかく、まあ、この辺もそうですよね。このワークシートっていうのを読むとか、フォーイーチっていうのを読むとか、なんかそういう英語をちゃんと読みましょうというような話ですね。で、ちゃんと読んで、ちゃんと書くっていう、ちゃんと打つっていうことを、ちょっとですね、ぜひ心がけてみていただいて、こういうシーツとか、セルス、レンジとかですね、そういうものを読めるように
にしておくといいんじゃないかなと、ちょっと試しにやってみていただくといいかなというところです。じゃあ今日はちょっと IT に強くなるために、まあちゃんと読んでちゃんと書きましょうという話ではありました。じゃあ今日これで終わらせていただきます。ありがとうございました。